抜き、落ちり、富永、マギー、イチゴ、PK、アツシ、ゾネックス、カケディ、F、平吉、カイ、2B をお願いします。カイとタルバインだけは席座っといてくださいね。で、ワンピーチーム、黒人、ヤックン、ナッチャン、バノー、タム、コロスケ、中村、マヨン、焼肉、イチ、キー、タルバイン。さあ、順番今から決めますね。はい、これ、書いてください、紙。はい。まもなく東西戦、チーム戦、勝ち抜きのチーム戦。まあ、毎週木曜恒例という感じでやっているんですが、現在チーム決めをしているところです。今日は12対12の勝ち抜き戦。最初にオーダーをすべて決めるという形で行いますので、もう少々お待ちください。さあ決まったよ。なっちゃんユリアンで参戦。コクいいよ、ここコクの席だよ、ここコク座って。1000人の人が見てくれてますね。すごいですね、黒人効果。さあ、じゃあオーダーは双方決まりましたね。さあ決まりましたよ。決まりました。それでは最初に座ってるのは当然カイ VS タルバインということで、はい、カイは一応ケンゾの弟子で、ガンダムは全国クラス、全国大会クラスで、こないだお前ケンゾと組んでガンダム出たらさ、らケンゾさんまだ早いなっつって、ケンゾにそれ言っちゃう、そんなこと言っちゃう、そんな人なんすね。こないだ言われましたから俺。あ、そう、ケンゾさんじゃまだ早いっつ。そんな回がこいてますから、これサードで固定、サードもかなりボボボに期待させてほしい、期待はできますよね。期待はできるんじゃないかな。あの建造を上から言うんですから、あの建造に上から言えるのは回だけしか見たことない、間違いない。じゃあ、まあ、さあそれに対するはあれですよ、もう二回りを超えてますから、これ年齢的には。そうですよね、絶対勝つと思いますよ。タルバインさんですよね、あの、はい、あの伝説の残ってたの気づかなかったっすから。ですよね、俺は全員ヤクの前にか、本当はそれくらいですから。そうですよね、取るか取るか取らないかっていう。それでは始めていきたいと思います。1000人超えました、始めてください。カイトウキ VS タルバイン、さあ頑張れ黒人ゲスト。1000人超えてる。さあ、カイの攻撃、これどうなんだろうな。じゃあ黒人実況久々にお願いしたいと思います。実況なんですかこれ。うわ、じゃあ適当にしたいと喋ってみます。適当にしましょう。適当に疲れますからね。そうです、そうです、長いですから試合は。はい、これもう俺出ないで、あの黒人から明日の半額分の焼肉代回収っていう計画なんで。まあそれが一番いいんですよね。ちなみにタルバインこれセコいんで、あの保護色使ってます。あ、そうな、そんなこと考えてるんだ。ちょっとね、頭はいいんです。細いじじいぜ。あ、一応反撃が、反撃入りましたよ。反撃が、皆さん温かく見守りましょう。反撃ですよ。さあカイ、ちょっとお前頑張れよ。ほらほらほら、いける。お前カイコ剣道見てんの。ブロッキングしたよ。空人ブロッキング、が見て、これあれキャンセル申告とか本当はできるから。空人ブロッキングですよ皆さん。ほらみんな温かく、あーたぞき決まって、竜巻ぶっ放してください。あーおいいです、ちょっとカイ、俺はいいですよ。はい、さあこれはカイ、カイさん、カイじゃん、カイ、そこで暴れる昇竜からバランスくいいよ。さあそれは切れてる、カイ絶対切れております。はい、絶対切れてる、あー切れてる、カイがこれちょっと取り返したいね。怖っ、おーダメだ、怖っ、いつもバカにしてるくせに。そう、この人すごい、正真者とは思えない。お前それ別荘サインじゃねえの。あ、え、ちょっと、ないよ、どうしたの、何、何、何どうしたお前ら、お前ら落ち着けよ、まさに先鋒戦。あーカイ、中足伸び、カイ、カイ、よくやった、タルバインさん、タルバインがよくやった。いや、まあこれはね、ちょっと今カイ緊張してたからね。緊張しましたね。たまに解説の方にも出てるんだけどね。あ、ちょっとガンダムだと全国クラスらしいんだけどね。ですね、サードは芋でしたね。ケンゾさんじゃまだ早いって言えるぐらいなんですけどね、ま、ガンダムだとね。実はね、はい、
それでは平吉誠、まあ、2人目平吉誠、平吉誠で伝説の男、まあ、違うゲームだとかなりきついですからね。そうですね。さあ、あ、ごめんなさい、わかりました。マイクが俺らうるせえうるさいということで、避けられました。マイクの音量完全に俺らもうこれすごいしか入ってねえんだよね。声聞こえてんのかな。どうなんでしょうか。多分大丈夫だ。さあ平吉誠、聞こえてますか。声聞こえてます。声聞こえてんじゃないですか。聞こえてますかね。まあ俺らうるさいからね。はい、さあタルバイン、さあ投げて、これ平吉頼むよマジ。タルバインか、ここだけは重要だから。あのね、チェストの後絶対ジャンプするから。チェストだったら 100% ジャンプだから。呪びついぞ、呪びついぞ、呪びついぞ。おいおいおい、そんなフェイントができる。タルバイン、チェストは出たらカラクサの後の十何年の、ほら十何年のこのフェイント、十何年かけて見つけたこの反撃をしない。あーよし、中断中断、おいよ、新しい、逃げていけ、ヘキシオ、おいよ、ほら、カラクサ出て大パンチェストまで絶対ジャンプするわ。ここに決まる。これまで猶予ある時のみ大パンカラクサだ、あのジャイパンチェストだけね、絶対ジャンプするから。イエスエネルギー達成だから。おっと、あ、これでもまだ許されてないですね。反撃ですよ皆さん。ヘキシオ落ち着いた、落ち着いた。さあヘキシマガド困っております。だいぶだいぶ困っております。うわ困った、ほらすごく困ってる。あ、やりにくい、やりにくい、でもバラしちゃえ、やりにくい、バラすゲーでもね、そう、あ、おった、はい、タルバイン強し、やばい、これ強くない、タルバイン。じゃあ S さんのダッドリーお願いします。 S さんお願いします。 S さんは神奈川勢の、神奈川勢の S さん、 S さん多分今日黒人来るから来てくれてます。あ、本当ですか。多分あれ先週もいましたけど。そうなんですか。あ、違いますね。いやでも多分それはやっぱダンデリスカイはお前に憧れてると思うんですよね。あ、思うだけでしょやっぱ。多分色がこう色で決まりますね。あ、全然島です、島です、島だった、全然違うから。それじゃねさあこれちょっと S さん、ここはしっかりやったこう、ニックキー F、 さあタルバイン料理してくれ。そうだ、そんで適当にやってれば勝てるはず。いやもうタルバインの適当バレてっからさ、ここの辺のレベルまで行くとさ。大丈夫です、大丈夫です。はい、そうそう、ショートスイングだけやったら勝てっから。ショートスイング連打でいいよ。そう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 、それ違う違う違う、中断年だ、そう、中断中断サップ。はいよ、はい、そういうことする。黒人スリーガーからできんの、そう、黒人スリーガーからできねえから。あの俺別に それだけじゃなくていろんなことができません。ワンピー側ツーピーはできるよね。ツーピー側は一応できます。だからツーピーのスペシャリストなんですよ。そうですよね。まずマラドーナって呼んでください僕のこと。サード界のマラドーナ。さあダッキング決めてカニで大空、あれ大空なんですか。大空にはなりません。うまい人だけできます。うまい人だけ、多分彼はうまいんでしょう。Sさん自慢ですからね。自慢、自慢、はい、これ確認しちゃう。これタルバイじゃ勝てないレベルだ。タルバイやるしかない。十何年かけてあれやれ。いや大丈夫、カラジャンプ勝利そろそろ来るから。それそうですね。おら来た、そうやばいやばい、S さんちょっと落ち着いて、 S さん落ち着いて、 S さん、そう、2回目。いやいや、よかったよ、タルバイ勝った。あれ拍手、タルバイ勝った。タルバイ2連勝。それじゃ次誰、焼肉のエレナです。やべ、またエレナじゃん。またエレナ。タルバインより10倍強いということで、15倍ぐらい多分強いですね。そうですね、10倍を盛りすぎです。いや、もしかしたら 0.何ちゃらかけちゃうかもしれないから、あれですね。マイナスをかけちゃうかもしれないので、まずいですね。どうなっちゃうんでしょうか、15倍強くても。確かに。そうなんですよ、マイナスに掛け算すると。プラスだったらいいんですけど、マイナスだった場合が。さあエレナどっちなんだ。これは正統派エレナですよ。保護色使ってない、保護色使ってませんね。焼肉さんは最近日曜のフリープレイの方で大活躍ということで、あ、よくやってるんですね。はい、あ、これ強いですよ、ほら相当強いです。最近めちゃくちゃ頑張ってる。これめちゃくちゃ強いじゃないですか。取ってよかった、ヤックン。もうなんで、うわー、じゃあなんでもっと早く取らなかったの。俺こんなエレナ取られたくねえ、俺。よかったよ。いや、これ S さんこっから本気だからね。いや、これね、キャラ差がね、僕結構あると思うんですよ。あー、チュンリーと似てるからやっぱそうなんだ。そんなことはないんですけど、そこまではないんですけど。あ、いや、だからチュンリーと似てるじゃんね。あ、そう、あの、キャラの性質は。そうだよね。だからちょっとね、でもそれもまあ甘えてんの。甘えてるんですかね。うん。じゃあ、あのね、壊しがめちゃきついんですよね。壊しが、はい、ブロッキングとって何の反撃もないんですよね。
ダッドリユーリ、はい、健三さん一言ダッドリ絶対ダッドリユーリですこれ。あ、ダッドリユーリだ、よかった。健三いるとね、本当ダッドリーが有利ってこと全部全部なる。あ、じゃあダッドリユーリですね。健三チュンリーダッドリーどっち有利？健三チュンリーダッドリーどっち？もうカニパン6回入んじゃん、もうダッドリーですね。あ、ダッドリーそれ。いや、8回だからカニパンを。カニパン8回8回くらいって言いましたからね。攻撃 DVD で8回くらい、あの買ってくださいね、あの攻撃魂ボリューム2。もうないんじゃないですか。ない廃盤じゃないですか。取り寄せればあるのかもしれないですけど。あれでね、俺の黒人が対談してます。超一流の人がね、相手のキャラのこと8回くらいって言ってました。何回くらいか知りませんからね。どんだけ入ったらもう全部入んなの、まあ、もう どうでもいいよって。さあ、さあ焼肉と言ってる間に F が、 F 落ち着いて、 F も強いですね、これ大丈夫だよ、絶対なんかあのタルバインの呪いかかってるから。さあいいよ、ここで上下に揺さぶって、 F は勝ったけど、じゃあここでグッドかけ D の剣。さあかけ D さん、俺知ってますよ。お、知ってる。なんか横浜の人ですよね、多分分かんないですけど。そ そう横浜勢、顔はメッサさん似てますね。あ、ちょっと似てる、似てますね。ダンスさんにもちょっと似てる、ダンスさん似てる、ダンスシーとかあのメッサーにちょっと似てる。メッサさんいっぱいいますよね、全国ね。ダンスニーとメッサーがちょっと合わさった感じ、フュージョンしてる。メッサーとダンスニーフュージョンしたらめっちゃ強いじゃないですか。あ、かもしれない。それで剣になったということで、ユーとユーがこれで来た影 D。 でも4番目ですね、そんな強くないんでしょうね、多分ね。いや、ええ、置いといたら強いの。あ、置いといたら。でもこの次のアツシがすっげえから。アツシが強い、マジで。アツシ、うん、なぜか影 D さんの番でアツシが煽られるというさすがオルキ。さあ影 D さん、ここちょっと頑張っていこう。相手まだ2人。はいよ、大丈夫大丈夫、ヤギさん大丈夫よ、はい、全然大丈夫。安い、これね、焼肉さん、はい、どすこい、はい、どすこい、どすこい。あ、それは痛いんだけど別に大丈夫。はい、ポンポン、はい、見せっぽいもしか入れてるからね。もう行くしかないから、もう行くしかないんだ。いや、そうなんだ、もう大丈夫、勝利券の時はいいよ、勝利券行くしかないんだ。いはぁ、これがメスターとダンスミーが合わさった感じだよ、もう堅実。そう、そあそこなら波動、そうそうそう、止まれば、止まるよ、止まれたら危ないっていう。そう、はい、15クリマで画面端持ってく、うまい、うわー、ぶらってるよ、すげえいい逃げ方。あれプロルート人すごいなっていつも思うんだよ ね、 で も、 でもうまいこと逃げときましたね。あ、そうか、あなたジャンプしないからあんまブロックに逃げない。あ、まあそうなんですよ。でも最近剣使い始めたんで、登りブロちゃんと言うようになりました。登りブロやっと入れるようになりました、ね、いつも空中からしながらジャンプしてるんで。ゲーム間違えてますね。はい、ええ、もう昔から空中からだったんだよ。中に飛ばないですからね。はい、ええ、おお、これうまいね、かけ D ブロッキングの。かけ D がちょっと強いですね。かけ D これ落ち着こう、つまんないですね、キャラさを前面に。つまるつまる、うまい、この焼肉ラッシュがね、やばいからね。はい、あっ、確認しちゃうから、マジっすか、かけ D はこれできんの、かけ D だけだから。キーさんの9、キーさんの9です。はい、キー君、今若手ナンバーワンと言われてるキー、ね、カタカナでキーとかじゃないんですよ。KEY のキー、キーなんですよ、鍵ってことは。ちょっとね、中二が臭いんですよね。さあ、戦い方どうなんでしょうか。高校1年生ですか。高校1年生、はい、若手完全な中二っていうか、本当の中二の本当の高一、本当の本当の本当の高一、本当の若手です。本当はどうなるでしょうか。キー君、そうですね、そろそろ帰る時間なんで、これ負けた時点で帰んないと負けるんじゃないですか。いや、高一嘘ですね、18歳です。あ、18歳ですね、はい、18歳になりました、今今なりました。まあ、はい、勝利勝利、いいよ、かけ D、細かいこと。さあ、そう、いいよ、キー、行け、行くんだ、キー、そうだ、いいよ、かけ D 頑張ってる、いいよ、未来の弟子剣だからね、かけ D は。はい、いやらしい、リープ2回から出して、リープ2回からの出して投げ、あれは残像が残りましたね。いいっすよ。じゃあキー君、最近東西戦ではかなりタルバインフルボッコにしてるんで、いつも。あ、そうなんですか。はい、いつもキー君対タルバインの先鋒戦で、そうなんです。でさ、いつもフルボッコで、キーがいつも勝つ。あ、そうなんですね。18にフルボッコされる、フルボッコで3回り違うねっつって。3回り、餌一緒かな、すごいっすね。さあ、KD さんもしっかりしてるかい。さあ、頑張れ、キー、おうまい、いいよ、いいエクサード打ってる、これ、かけ D、
加減に、いや、あれ若い子に手加減したら伸びないから、そういうこと。そう、これ苦労させてね、アドレス力なんだよ。いったきたー、こっからビンタからのこれ絶対バラだ、まあね、そこで今のしょうがない、今のしょうがない、中突進ですか、大突進ですか、大突進、素晴らしい。あ、10代ちょい待ちの10代、そう、これいですね。これやってるのマツケンとカゲティだけだから。本当ですか、はい、あなたもやってるじゃないですか。見ますよ、ケンケン。あ、やってる、ちょっとたまにやってます。はいよ、安い安い関係ねえから。はい、地獄車画面端、これずるいよね。はい、しょうがない、俺がカケディだよ。さあ、じゃあ次、マヨン、マヨンチュンリー、マヨンですよ、ね、あのびっくりした、バナオチュンリーって聞こえたよ。そう、マヨンチュンリー、ここに参加、あれ、投撃予選ではマスケン、お金入れてくださいよ、お金、お金入れてくださいよ、マヨン、あれ、お金入れてください、おチビ喜んで見に来たから、あのお客さんですから、あなた。お金を入れてください、すいませんね。あれが神かと、あれがおちびが喜んでます、ね、おちびが喜んでおります。神様見れた、初めて見た、初めて見た、俺も初めて、実物で初めて見ました。さあ、緑対決、さあ、アットマークマヨンって、あのチャットではわからないですね、このマヨンさん、今はこうブレイヤッチ、そうですね、ニコ生だと書かれるんですね、あれなみたいですね、はい、あ、いや、おちびがついに声出し始めましたね、マヨンの瞬間、はい、これ怖い、これあれ、賭けに負けると書いてブログに書かれるんで、それあの賭けに本気ですよ、ね、あの人だったらちゃんとした、あの赤ブロしてますよ、ちゃんと赤ブロしてますよ、今の、あ、ダメですよ、食らったら。で、ヤクン情報によると、はい、俺の剣はまあまあ強いって書かれてた、ヤクンが、ヤクンが教えてくれました。さあ、ヤクンマヨンブログ読んでるんですよ。あ、読んでるんですか、マヨン、マヨン信者。マヨン信者かは知らないですけど、ミキさんの件まあまあ強いって書かれてました。あ、ちくり、チンコの野郎ですね。ヤクンしっかりチェック、あの、トップの笑い、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 チンコの野郎。さあ、ここで頑張れマヨン、ゲージはあるぞマヨン、これまずいよ、キャラ差あるからね、マヨン、キャラ差で、あい、あ、おい、バカブロ狙ってほしかった、おー、しょうがない、実のかけD、これ4人目かな、マヨン、そうです、5人目、さあ4人目だよ、5人目、1件さんです、1さん、さあ1さんって1さんだったんですか、1さん知らなかったです、知らストフォーのちょっと有名プレイヤーですよ、そうですよ、はい、知らなかったですよ、ストフォーではサードやってるんですね、サードやってますよ、海外勢が来たら通訳いつも担当されてるんです、あれ韓国語喋れるんですよね、確か韓国語喋れるんですか、1さんは、1さん韓国語いけるんですよね、無理です。英語です。英語のはずです。いや、でも俺、韓国人の通訳で、いや、ただ英語だった、英語だったんですよ。韓国人と英語で俺に話、適当に喋んないでください。違います、違います。韓国勢が来てほしいみたいな話で一回言われて、それ多分英語だと思います。英語で韓国人と。はい、うまい、そこよく中盤。はい、ここで来たのは、全然いけるよ、一番。先に最高だよ。やっぱね、努力してるからね、カゲディ、ほんとに。うまい、まあ、マジでうますぎ、ガッシュに中盤置いた、うまい、うおー、ここでカゲディ、赤いっちゃうぞ、これいや、大丈夫、カゲディ落ちて、そうそうそう、玉の仕方いいよ、梅原っぽい、今の。うまい、さすが一さん、そうで、まあね、波動の仕方負けてたまるか。お、投げていく、さあ5人目だよ、はい、安い安い、いや、安い安い、今のしか入んねえから、安い、今のところうまい、よくグラップできるんだ、今ガードしたら、今ガードしたらタルバインがいいガードって言った、いいガードしました、タルバインが、タルバインは多分食らってたんでしょうね、そうですよね、だからガードだったから自分食らってましたから、でもかかととなんですよ、そういう状況じゃなかったんで、あ、です、確かにそうですよ、どういう難しいんだよ、でもやつは食らってたんですよ。で、ガードされてたんで、あ、あー、ここでよっしゃー、4対5もこれ、なんかみんな空気読むね、さすが一さん、5対5人目、ありがとう、出てきて、あっち、今話題の来たよ、あっち、あっちが、さあ、だから剣だいぶ有利ですから、いや、これ剣戦得意らしい、あ、そうなんですか、で、黒人クソ弱いやつだから、決めつけですね、本田さん得意の決めつけてきますよ、得意技、さあ、あっちが、あっち前座で予定なんで、前線得意で、比嘉の弟子、あ、比嘉の師匠ということで、比嘉の師匠なんですか、はい、
矢野師匠ね、で、俺を弱いって言ってるんですよね。はい。ちょ、僕大将にいるんで、早く倒してくださいね。待ってます。さ、いやでもこれ、イチさんちょっと、イブキはきついんじゃないですかね。イブキね、適当な立ち中継が強いです。立ち中継がめちゃくちゃ強いです。嘘教えてますね。いや、結構強いですよ、あれ。あの、盆栽うわー、サブロスあれ全部かるんで。うまい。イチさんやっぱうまいね。イチさんうまいな。ゲームがうまいな。さあ、裏に待って、ネタ殺しか。さあ、上下、上下。そうそう、それがめちゃくちゃ強いです。ちょっとあっち頼むよこれ本当に。立ち受けに勝つのはあっちスライディングとかしかないんで、それか前ブラシしかないんで。まあ、イチさんストフォーばっかやってるから大丈夫だよ。イブキのこと分かんないから、ストフォーのイブキのことは分かるけど、前ブロか中足しかないんで、取ったら勝ちです。あいやったー、やばいこれ、いいよあっち、うまい、ゆっくり落ち、アイブロって安い、お前出ろ、出せよあっち、下手なんじゃないですか。あいぞ、しゃがれ、嘘、これ違う、おおおおいけるいける、これいけるよ、これいける、あっち削る削る、あっち落ち着いてゆっくり、うまい、いった、まずい、おお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 しゃがんですか、ナイスガード、ガードうまいな、はいはい、そういうことだよ、お前投げだけうまい、さすがに投げすぎだよ、やばい投げすぎ、あー空中くらいいよ、アッチよ、はい、これしゃがみ、そうそうそう、はい、見ろよ、そう、ゆくない投げて削れー、しょうがない、アッチ最高だよ、お前黒人のこと鉄板って言っただけはあるよ、しょうがない、中村だぞ、中村ダッドリーダッチ、これ結構いい勝負なんだよ、あの、ね、最近10段ぐらいずつなんだよね、なんか中村さんの顔見たことありますね、覚えてますよ、どっかで会ったことある、あマジで、はい、あれじゃんダッドリーだから、やっぱお前となんかやっぱお前来るって言ったから多分来てくれてるから、中村さん見たことあるんですけど、はい、顔が思い出せるんですよ、顔は思い出せる、どこの人なんでしょうか、うん、わかんないですよ、バーサスデーですね、バーサスデーですか、はい、わかんないです、バーサスあったのかな、じゃあ、いや違うね、お前が前回来てる頃にはまだいなかった人なんで、そうですか、なんかどっかで会ったような気がするんですけど、中村君これ黒人見てるから下手なことできないよ、さあ殺せ、おお、よく読んだ、おい、ワンピーから出ちゃう、しお前ワンピーから出ちゃうよ、ダキックジェットコーク、そうなんだよ、やばいじゃない、アツシ、お前、あそこからさ、いや、アツシ、あ、いいよ、そうそうそう、これ、毎週継ぎ取りしてください、もしかしゃがみ台キック、すごい、中村さん、うそー、アツシ、そこ下入れるようになっちゃったか、お前も、まあ、よく上ピッシャー、おーい、もうこれ、第2の6だから、あ、結構強いっすね、そう、第2の6、体育しっかりしますね、そう、団子3、あの、4人目の的確者だ、4人目なんですね、そう、団子4兄弟にね、ちょっと上がろうかな、名前変えた方がいいんじゃないですか、団子してんのしてんのですかね、トクラが寝てますね、多分この調子だと、そうなんですか、あいつの俺、はい、ここでいつもはね、多分中村くんが 6-4 ぐらいで勝ってるかなっていう、アツシが削っていける、はい、しょうがないです、しょうがないです、ここで、あ、いいぞキッチー、さあパブピンクだ、パブピンク使ってるからってな、さあ1号ピンク、あの中村君いい人なんで、あんまやめてもらいます、1号さん、さあ乗っちゃいましたけど、中村君いい人なんで、さあこれ出てきた、タブレ、これ多分ライバル同士ですね、ライバルですか、はい、じゃあヤン君がね、タブレクロ強いって言ってました、あ、タブレクロは相当強い、相当強いし、アツシはよく喋るしって感じで、1200人に増えてます、あ、そうですか、喋りすぎて、さすがオロクさん、バーサすごい、さあタブネクロ頑張れ、タブさんはすごい、モサなのかな、モサまで行ったことあるのかな、モサか、つわもの、あっ、ピー入って、アツシちょっときついかな、これうますぎるだろ、タブネクロやばい、アツシタブネクロ死んだ、アツシ死んだ、アツシアツシ死んだ、死なないのか、アツシもう落ち着けよ、そうスタンチョ、もうちょっとスタンチから X から行くように覚えろ、そう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 、ゆっくりしても何にもならないから、さあ、いやらしい、そう、長いから、タイムは、
ハムネさんはそのゲームの味方、そう、ここからここからマッチに似ております。マッチを彷彿とさせるような、あ、マッチに似てるね。マッチはあそこでベロを出して唇を、まあベロじゃないです、唇なんですけどベロじゃなくて唇を出すんですけど、マッチと似てるね。マッソに彷彿させる。さあこれアッチいいよ。うわー、ここしょうがない、しょうがない、アッチ大逆転。いや、タムネクロいけますよ、最高だよ。相手ビビってますよ。下地回復したあたりから上手くなったゲームが、あれ行こうとしたら速攻スタンさせられるからですね、間違いない。みんなスタンチ見てないんだけどね、このゲームやってるやつ見てないんですよね、今誰も見てない。そうなんですよ、表示されてあんのに、他のゲームと違って意外と見てないですよ。はい、うわー、どんだけ投げられる。おい、どすこい、アッチ逃げるんだよ。そう、安い、そう、アッチじゃ置き決めいかない、下がんの、そこ、そうスタンチを見るの、さっきと同じ状況にして、そこから、そう、うまい、アッチゆっくり、ゲージをためながら、闇ためながら勝ちだから、はい、どすこい、どすこい、どすこいから、いやいや、使わして、いいよ、半分と、ナイス削り、アッチいいよ、今いい感じだった。あれ、置き決めはないから、あの体力あの体力、チャットが、親か、お前はって言われますよ大抜き、親かって教育ママみたいって言ってね。いやもう見事な的確な、考えながらそろそろやらせないと。あーこれ頑張って、いいよ、足頑張れ、タムネクロいったれ。これタムネクロ結構きついんだよ、これいかれると強えから。さあタムネクロ、タム取ってよかったよ。いいよ、あっちナイスカップ、ナイス、あっちお前そこ下がるとこじゃねえよ、落ちてよ、そう、ま、いい間合いなんだから、ママ、ママだ、またママだ、いいよ、熱い、そう、安い安い、どういうこと、安い、ここは行くとこだよ、いける、熱い、お前うまい、お前一皮むけるとこだよ、ここ行ったら、お前黒人倒したら最高だよ、黒人まで行って、うまい、ヤックには絶対勝てないけど、うまい、大丈夫だよ、はい、落ち着け、おお、ナイス、これ闇か、頑張れ、おいおい、何に当たったでしょうがない、かな、じゃあコロさんのおろ、最高だよ、コロさんのおろ、淳強いじゃないですか、あ、これでコロスケか、コロスケ強いんだわ、これ淳強いじゃないですか、実は淳結構強いんだ、実は強いですね、結構ね。